さあ今回も中世街づくりシムパトロンやっていきましょう。さあ前回はね、このリンゴの果樹園から初めてね収穫がなされまして大興奮しましたね。もうとんでもない量のリンゴが取れまして、これだね。なんと、まあ、この一月に収穫してるんですが、あれ900までいったんだ。800ちょっとだったと思うんですけどね、前回の動画の時は900まで伸びたみたいですね。ここから900期待できるんで、まあ、900も800ですね。一応、まあ、違うリンゴもあると思うんですが、ここで次ね、木も集まってきたんで牧場行ってみましょうか。何があるかわかんないんですけど、でちょっと研究もしたいんでね、ちょっと急ぎながら進めていきたいんですが、ちょっと大きめかな。20、19、OK、 いくらかかるんでしょうね。ちょっと研究しましょう。粘土から陶器で、フィールドに植えれるものを増やす、タバコじゃないか、キャベツと人参ね。キャベツと人参、井戸フレッシュウォーター行きますかいるんじゃないかな、まあ、生活の質上げてくれそうなんで、そういったものですね。さあインベントリースペースが少ないよと、まあ、確かに、まあ、倉庫の研究しないといけないかな。このディポット置いてはいるんですけど、まあ多いよねっていうところがあるんで、まあちょっと置いてはいくけども、こんないらないんですよね。まあ、これをして強化できるわけでもないので、まあ、今は純粋に増やすしかないと。でカーペンターズハット、これ家具ですね。ツールと機械、まあ、ツールはあるからいいんですけど、服でツールは使ってはいるんでどうなのかな。で、未だねこう人が余っちゃってるんで、それをねどうにかしたいなと思うんですが、できてますね。入れまして、あ、鶏か、甘いですね。わ、年間760、高いな。あー、これはどういう感じだ。イヤー60エッグ、あ、1匹から30で今2羽だからってことかな。スモールアニマル、あー、子供かってことなんだね、きっとね。まあちょっと買いますかね。これ維持費は変わらないんで、満タンで運用するのが絶対よと。催眠受け入れましょう。大丈夫これシンプルにね、もう働く場所がないんですねもうというか、まあ、ずっとないんで、それどうやって提供するか、まあ木こりだったり入れてたりするんですけど、ちょっとあれいきますかね。じゃあ物拾い行きますか。ギャザードシェルター、これ置いて、倉庫置いて、ちょっと倉庫をなんとかして増やしたいと。これはありますし、まあ、このね10倍プレイね、ゲーム速度10倍プレイ、まあ、結構順調にいっていまして、まあ、その前シーズンの時に到達した畑はね、すでに、パート2の方でね1時間くらいのプレイで、もういけてるんで、もうかなりね順調ではあると。あとどこまでこの体験版だからできないよっていう要素までいきたいわけですよね。今も研究は進んでるんで、つまり体験版でできるわけで、それは想定されてるわけですよね。だ完全にもうやめてくれというところまでいきたいなと。で井戸を期待し、種増やすか、これ何にお金を投じるかね。このお金ね、ようやく余り出したけど、集まってるし余ってるんですが、ここまで6年かかってますからね、かなり時間を要しました。体験までゆっくりやったらね、だいたい4年くらいで終わっちゃうんで、最速で常にやるね、人はいきなりいないと思うんで、まあ、そこまでしてなんとかって感じですね。で、そう、井戸どこにあるんですか。今井戸を探してるんですけども、あ、これだね。この王国系の建物、タウンビルディング、王国というか町ですね。まあ町でいうとあんまないんじゃないんですけど、まあより文明度の高いもの、学校とかね、そういったもの、まあ社会性を富んでるものですか、そういったものを置けるんですが、これを置くとヘルスと
何のチャンスを減らすんだろう。あ、火事か。火事の可能性が減るよと。あー、多分本編とかだと大事そうだね。まあこのね、体験版ではなさそうかなと。火事に関しては。で、港あるんですけど、どうされますこれ。どうでもいいんですけど、正直。あげちゃうか。さあ、生産性ゴリゴリね。石一人入れますかね。今、いくらお金を使っているのか全く読めないね。純粋な維持費が。それで投資としてね、この生産性に関してどんどんお金を投じてるんで、年間これ520だっけ、うん、520はその生産性向上に使われていると。まあ、施設の数に関係なく520で、施設ごとにね結構使ってるんで、またそれもあるわけだね。今多分木がね、その生産性向上のおかげでだいぶ改善したと思うんですね。まあより上げますけども、プロダクションこれだけ上げてないんだけど、関係なくない、木なきゃないわけですもんね。木こりの生産性問題ね。だってこういう木ってほっとくんでしょ。ってなるとあんまりなさそうですよね。どうなのかな。何人余ってる今。15人。待って待って待って。あ、違う違う。めちゃくちゃなことした今。ちょっとこれ食料増やすべきかな。あー、ちょっと競り始めたね。ちょっとお金使いすぎてる気がするけども、しょうがないしょうがない。肉の量増やしますか。どうかな。さあ、幸福度はかなり高い状態を維持していて、薪の量もちょっと不安ですから、ちょっと久々にマックス入れましょう。これあれだね、多分木がなくなると思われるね。この辺の木は切ってもいいんだね。で、どうですか、ニワトリは。見ていきます。さあ、成長したかな。一応年間が300の卵と150の鶏肉ですね。いいね、いいね。で、まあ、維持費はまだまだ高いんで、どんどん買いましょう。まあ、一応8コインなんでね、マックスまでやっちゃうか。これ最大数です。ひよこがいるんですかね。あ、いいですね。多分これはこの大きさ変えれましたけど、それによって最大数が変わるのかなと。で、果樹園もありますし、あ、これは増えてないんだね。野菜、人参とかはあの畑だね、普通の方なんで、それをどうやって増やすかってところですよ。畑をちょっとあえて置いてないんですね。それもやりますか。畑はね、普通なんか違う街づくりゲームって畑動かすときに人がいっぱいいるんですよね。だからちょっといらないなっていうか、まあどうかなと思うんですけど、このゲームの場合人はたった1人なんですよ。だからこういった施設3人とか入ってるんで、まあこれ4人入ってますけどね、それに比べたら全然少ないんですね。ただこの畑何がちょっと大変かっていうと、まあお金ですよね。お金がかかると。いや、結構小さいんでいいんですけど、置きますね。維持費が高いんですね、とにかく。まあそれこそこう鉄取るのと同じくらい、いや高いね、鉄とか取るより高いんで、それがネックなんですね。最長移動できました。まあまあまあ、ディープウィルっていうのは深い色っていいですか。あ、火事の可能性がさらに減るんですね。あ、そういった投資もできるんだね。基本もうこうお金しか使いませんけど、税収が本当に大事だね。まあ入れますか。やっぱタバコありますね。タバコ、タバコ、タバコだね、多分ね。キャベツかな。やっぱキャベツ、彩り1個あったらね、もうそれだけだいぶ、ニワトリ、キャベツ、リンゴ、もう、ね、ディナーがもう凄まじいですね。現代人に匹敵するような、素晴らしいメニューが揃えられてるのに、あとじゃがいもがあればいいんじゃないですかね。素晴らしいと思いますが。
さあ、どうしようか。ちょ、港を一応置いてって、状況して、例えば冬、食料が減り始めた月があったら買おうかな、みたいな。まあ今ならその減り始めても2月くらい持つんで、まあ昔港やった時はね、まあ、持たなかったんですが、今なら持つはずなんで、その時に一気に食べ物を買い込んで、みたいなことができるんじゃないかなと思うわけだね。で、倉庫一応1万まで数増えていますが、何が多いんだ？魚2608、あ、半分以上魚なんだね、現状。で、お酒作りたいんですよね、一応。そこも進めていきたいし、レザーがやたらあるんで、ちょっと服に対して投資しますか。いやー、まあまあ増やすかな。これ、ワーカースロット増やすっていうのは、つまり、これね、全部、労働者あたりにお金払ってるんで、まあつまりね、金出すってことですからね。なんかあるかな。新しいものがいいんですかね。この緑色が、制作系なんですよね。これ維持費を下げるのかな。維持費、まあ使うものを減らすわけだね。魚、ハンティングのロッチ、ハーブ、あ、そのハーブないな。ハーブやるか、一応。あ、服も下がりますね。倉庫いっぱいっぽいな。インベントリースペースがロー。多分ね、もうリンゴ入らないかもしんない。せっかくあるけど。入らないってもったいないな。ちょっと、絶対これ入れれてないよね。あ、でも、1000個入ってるわ。あれ？これ今年分だよね。去年も同様だもんね。あ、これ畑って分かりやすいね。やべ、倉庫がもう完全にパンパンです。ちょっと、倉庫の研究もしながらですね。純粋に増やそう。うわぁ、意味ねえよ、こんなに置いても。意味はないんだが。まあ、より運ぶのが早くなるからみたいな。もう倉庫しかないんですけど、周辺に。物が溢れてますね。多分大きな倉庫があるわけです。まあ、ちゃんとしたね、そういう最大数増やす倉庫があったはずなんで、どこかな？羊でしょ？あった、ウェアハウス。これだと思うんだが、まあこれですね。プロダクションビーフ。小麦からビーフ。あ、ビール、あ、ビールか。ビールですね、ビール。つまり、今、鋳造するよと。醸造か。醸造するよと。ちょっとスペースもね、考えたくて、例えばこういった、食料周りに関しては、生産性を維持するために木は切れないんですね。まあ、切ってしまうと下がるんで、まあ、後々食料が困るかなというところで、これまあ自然を保護するように置いていくわけです。なので、まあ、このプレイにおいてはあの木こりをねあんまり近づけてないんで、まあ、木こりがあって木を復活させるんですけど、ノータッチですねにしています。コールマインね、これ。あ、言えないのか。ちょっと待って待って待って。うわー、やっぱ10倍は大変だね。あんまりおすすめできませんがね。まあこの体験版において、まあ、できる限り進めるには10倍しか、ね、方法はないんですけど。これ家ですよね。やっぱ木ないか。そっか。まあまあ来るよね。多分倉庫が多分足りてないから、おかしくなってると思うんだよね。絶対おかしくなってると思うんで、そちらの問題解消しない限りは。あ、でも、まあ一気に増やしたんで4000個分増えてますから、ちょっと売るか、純粋に。お金、まあお金使っちゃうんですけど、まあ維持費いくらでしたっけ ?150 ですか。全然大丈夫です、大丈夫です。150払うんで、ちょっとね、もう、交易でただただ売ってみましょうか。余剰のものを売ります。まあ食料もそうなるかな。さあ人口めちゃくちゃ増えましたね。22家族で、進行下げますね。大人50人、子供18人と、これ将来性も高いね。どんどん仕事を生み出していかないといけませんが、さあこんな感じで広がってきました。
いやー楽しみだね。まあ2時間なんてどこまでか分かりませんが、あとね 2,3 本出せたらなと思いますね。